まあ、吉田さん、優先席があるってことは、その優先席とかそうじゃない席がね、こうずっとあったわけじゃないですか。その時に、やっぱりこう、自分で判断して人に譲るっていう風なね、配慮が人間たちになくなってきたから、まあ、強制的に、なんていうんですかね、優先すべき席という風になったんじゃないかなと思うんですよ。だからもう、その優先席ができた時点で、もうモラル崩壊っていうかね、終わってるんじゃないかなと思うんですよ。そんなね、優先席じゃなくても、ああ、ちょっと席譲った方がいいなって思えば譲ればいいし、そのぐらいの判断はね、まともに生きてればできると思うんですけどね。いってらっしゃい。